今ない〇〇というか昔からある愛について考える、うん、M8 招待招待二等兵の友人屋です。 D 隊長です。隊長でございます、はい、今日は、うん、あの愛される勇気、うん、幸せになる、すいません、幸せになる勇気、アドラーの幸せになる勇気で紹介されていたエーリッヒ・フロム、愛するということから、まあ、愛について学ぼうかと考えたい考えたいと思いまして、ここの出だしで出てくるのがパラケルススというスイスの神秘家、医者であり神秘家みたいな、ちょっと謎大きい、まあ多分哲学の人なんでしょうね、の人が言ってるのは、まあ、冒頭で書いてあるんですけど、何も知らないものは何も愛せない、何もできないものは何も理解できない、何も理解できないものは生きている価値がない、だが理解できるものは愛し気づき見る、あるものにより多くの知識が備わっていればそれだけ愛は大きくなる、っていう言葉から始まります、で今日は第一章として、愛は技術か考えたいと思います、すいません、なんか一人喋っちゃう愛は技術、愛は技術、じゃあちょっとここはイエスノーで、愛は技術と思いますか、思いますかって言われると言われるとだからこれ話が長くなりそう。どう、ね、長くていいですよ、そんな。いいですか。そのなんですかね。カメラ目線で言いましょう。はい、愛は技術か。愛は技術か。イエスかノーかで。愛は技術か。愛めんどくさい話になりそうなんで。どうぞ、めんどくさい話。まあそもそも愛って何ですかですよね。そうですね。うん、愛の感覚。なるほど。うん、じゃあ。そこも含めて、まあそのアイブの、まあ、それって定義の問題ですよね。定義の問題。でも要はその、ちょっと定義の話にもなっていくんですけども。なのでこう、まあ、愛は技術と思うかっていうとまだピンとは来ないですよね。そもそも愛ってなんだろうっていう段階なので。もうこの人として半分以上、これ多分男性の寿命が81歳ぐらい確か今。もう半分以上生きてきて、愛がわからない、愛ってなんだ結婚されてますよね、はい、結婚もしていて、子供も3人でしたっけ、はい、3人いらっしゃる、僕も結婚していて子供が2人いますと、愛って何ですか、わかります、あ、そう、愛の定義がわからないじゃないですか、はいはい、子供を愛するみたいなのはでも直感、じゃあ直感で、直感で愛は技術ですか。テクニック。テクニックかっていうと、なのでピンとは来ないです。例えばあの子供を愛する。はいはいはい。愛してるじゃないですか。無償の愛。そうです。いや、嫌なことをされても。嫌なことをされても、なんか見返りを求めずに。そうですね。はいはい。なんか子供が困ってたら助けたいと思うし。思う。でそこに関していくと、技術ではなくてなんか本能的な。ものあでも要はそれは、そこに何か意識は介在してない、いや本能だと、本能的な感じで愛してる感覚がある、はいはいはい、別に何かをされてもこう嫌いになったりとか、はい、何かをしてもらうためにしてるわけでもなくて、なんか偉そうですいませんなるほどとかごめんなさいね、なんか、はい、そうだけどこう、異性に関して言うと、はい、また違ってきたりするじゃないですか、いやなんか、受け身か、能動的か、能動的かっていうのもあるし、どっちかというと受け身的な問題だと、だ子供に関する愛みたいなのは、はい、なんか本能的なもの、湧き上がってくるもので、はいはいはい、異性になるとまたそれが違ってくるみたいな、なんか努力が必要みたいな感じでいくと、まあ、こういう技術は必要みたいなのも分かる気はするみたいな、なるほど、なのでこうまだもやっとしてる偉そうにごめんなさい、先生、はいっていう感じです。なんでこうまだピンとは来てないって感じ。なるほど。お前がまとめるなんですね。先生、OK。先生、何の問題は。で、要はこれでも要は、言われているのは、愛は技術か、動物にもあるんです。本能的に。でもやっぱりその人間っていうのは
ちょっとやっぱ違っていて、うん、その意識が生まれてきて、うんうんうん、その要は隠した時点で文化が生まれていくわけじゃないですか。だから例えば動物の本能的なものとは違うよっていうところから始まるんですけど、技術か、うん、でイエスと答えた人は、うん、その通りですと、うん、知識と努力が必要です、うん、で終わるんですけど、うん、いやいや違うと、うん、愛は技術じゃねえよ、うん、で思っている人の多くが、うん、愛は一つの快感で、うん、運が良ければ落ちるものだ、うん、っていうふうに捉えてるよね、うん、捉えてるよね、まあ、それも分かります、はい、これなのであ僕っぽいですね、どっちも分かるみたいな。なるほど。なのであの運が良ければ落ちるものだっていうのを多くの人が思ってますよね、うん、と。でもで学ばないといけないと思っている人は少ないと、うんうん、なぜなら、うん、それは愛される問題だと思っている、うんうん、愛される問題、うん、要は人が愛してくれるか、愛してくれるか、うんうん、だから愛されるために男はなんかお金を求めたり、うん、輝こうとしたり、うん、まあ男性も女性もですよ、まあそうですね、まあ、女性も、うん、で女性は、うん、まあ多分それは時代によって求められる像が変わってくるので、うんうん、その磨き方って変わってくると思うんですけど、うん、なんで女性は、うん、あの流行りのメイクを取り入れとかしますと、うんうんうん、で2つ目、対象の問題で能力の問題ではないっていう思い込み、うん、対象が自分に対して落ちるもの、相手が僕に恋に落ちてくれるか、で自分も相手に落ちるかっていう、うん、なんていう街な感じだとみんなが思ってる。要は愛さなきゃって思ってない、落ちるもの、落ちる街、落ちる街をしてるんですよ。落ちる街、向こうにも落ちてほしいし、うん、落とそうとしてるってことですよね。で、要はそれを落とそうとするときに、うん、やり方が、うん、何て言うの、自分をなんか魅力的にするみたいな、うんうん、なんか愛そうとしてるわけじゃなくて、そうなんですよ、うん、で愛することは簡単って思っていて、うんうんうん、あとはその愛する、だから愛するにふさわしい人、うん、自分を愛してくれるっていう人にふさわしい人を見つけるのは難しいと思っている、うん、だって落ちる街なんだもん、うんうん、でそれは一つ目、うん、なぜそうなったかというと、うん、愛の対象の見つけ方が時代でかなり変わってきたと、うんうん、要は昔っていうのは、うん、なんかあのお見合いとか、うんうん、いやもうよく落語で出るのが、うん、おめえ一人だなと、うん、あっちにも一人の子がいるから、うん、連れてくるからよって、うんうん、で初対面でもう結婚みたいなのがよく江戸の古典落語で出てきて、それはその西洋でもそうだったと、うん、昔は昔はもうお家柄とかがあって、うんうんうん、ここの層はここの層の人、うんうん、ここの層はここの層の人、うんうん、まあ、そうかもしれないみたいな流れだったよと。ただそれがそのロマンティックラブが、うん、導入されたと、うんうん、そうなってくると今度はそのいやいかに掘り出し物を見つけて、うん、要はいいもの探し、うんうんうん、いいものって何ですかみたいな、うんうん、そのいいものも人によって違うし、うんうん、時代によって価値が変わってくるし、今手にあるものが本当にいいものだろうかみたいな、まあ隣の芝問題あるじゃないですか、うんうんうん、ありますね、っていうのが あるよと。であとこれはちょっと大きいかなって、うん、僕はこれを読んで思ったんですけど、うん、恋に落ちるっていうのを愛と混同している、うんうん、この恋に落ちる、いや片思いの時ってあるじゃないですか、わかります、ずっともう、うん、はぁーって、うん、アドラー的に言うと、うん、可能性で生きてる時全てがバラ色の世界、うんうん、想像の中で、うん、この恋に落ちる、うん、この片思いの状態が愛だ、うん、で、うん、考えている、うん、だから、うん、その愛することは、愛するっていうことは簡単で愛されることが難しいっていうふうにみんなが愛のことを思っているよと、うん、これも愛だと思ってるってことですね。そうですね、その落ちる落ち、うん、あの一目惚れでドキュンって、うんうん、ズキューンってなって、
でその子と告白もしてないけど、うんうん、なんかちょっと喋ってると、うん、あ楽しい、うん、気が合うかも、うん、っていうこの妄想が膨らんだ可能性の中で生きてるのを愛だ、うんうん、って思っているから簡単、うんうん、まあこれ片思いじゃなくてもですよね、きっと片思いじゃなくてもっていうのはそのこの恋、はいはい、片思いじゃなくてもこう付き合った当初とか当初バラ色じゃないですか、当初の楽しさといったら言ったらですよね、うん、でそれもまだこの恋に落ちるに近いじゃないですか、そうですね、うん、このフォーリンラブのこのまだ、うん、落ちるまでの段階ですよね、はい、でそれを愛って思う、そう、その、うん、なんていうの、刹那的な、うん、刹那的な時間を愛だと思っている、うんうんうん、でその落ちるところにとどまっている幸せだけの状態を愛だって思ってませんかと、だから愛することは簡単、でもそうじゃないじゃん、この長い長いそこから落ちてからがっていう、そのそれが難しいよねっていう事例がたくさんあるのに、誰もみんな愛を学ぼうとしていないと、それは愛が満たすものは心だけだとみんなが思っている、愛を軽く見ている、果たしてそれだけだろうかとエーリッヒ・フロムは問いかけます。で、愛するっていうのは技術で、必要なのは理論と修練と直感であると、で理論がとても長いよと、でも初めに言いましたよねと、知らなければ愛することができないと、ただ知識があれば愛がどんどん大きくなる、学ばなきゃとなので最初のこの質問が、はい、こっち側は恋って感じですよね。そうで、みんながお前が言うみんなが誰だって話なんですなんですけども、多分多くの人は、その落ちる、この甘い部分、甘い部分を指して愛だと言ってる、じゃないのって、多分そう思います。エーリヒさんは言ってますそう思います。でそこを求める人も多い、そこだけを そここそ甘い部分だけですよね、部分だけを、はい、でも多分、その知ることで、多分この苦い部分も、その美味しく感じられるんじゃないかと、多分幸せになるためには必要みたいなところです。でそうなんです、これがまたちょっと雑談的になるんですけども、その今あのアドラーの勉強もしてるじゃないですか、同じこと言ってるって同じこととはではその結局は知ることですとか、尊敬ですとか、っていう話が、あれこれ読んだぞって、アトラで読んだぞみたいな、まあ本質は一緒なのかもしれないですね。ですね、で思ったのはこれ口説く時に使えるんじゃないか、でもちょっとなんか思ったんですよね、あの例えば女の子と喋る時に、君ってさ、愛って知ってるってこの理論を持ち出す、この理論を持ち出すっていう男はどうですか。どうですかね。モテませんか。今か結局あの思うのは、特に若い子大変だなって。着飾ってみたいな。いや顔で見られるって思いません。これ僕の卑屈な考えですかね。いやまああるじゃないですかね。みんなイケメン好きだしみたいな。そうだ、可愛い子好きだし。自分はこの面。もうあの23ぐらいからハゲなんですけど、まあそれは大変でしたよ。でも女性も27ぐらいからちょっとそうじゃない部分を見てくれるようになったっていう実感があるんですね。なんでこの男子諸君もしか見てくれている僕はあまり苦手ですとか、恋愛経験あまりないですっていう人は27から勝負だよって、多分外見自信ないと思うんですよね。外見自信、多分隊長はあの外見エリートじゃないですか。いやいやいや
ちょっと自覚ありません？外見エリートだった。そんな自覚はないですけど、あでもこうないですけど、下でもない。あ偏差値は高い方だった。まあ普通。マーチレベル。マーチレベル。F ランではない。F1 では。F ラン。F ラン。ああ、F ランではない。F ランではない。うん、マーチレベルだと。まあ、平均、普通。マーチ。東京六大学。いやいや、普通ですよ、普通。カンカン同率レベルだと。C ランクぐらい。多分、中学校の時とかも、うん、そこそこ、チヤホヤされて、高校の時とかも。そんなにされないですよ。今ちょっと攻撃してますけどね。そんなにされないですよ。でも告白、うん、告白されたことは何回かある？されたことはあります。ほら、敵ですよ。こいつ敵ですよ。いやいやいや。でも、そんな、うん、今、体調を敵認定した男性も、うん、多分27からいける。それはなぜなら23でこのフィジカルで20キロ太っていた僕が、27ぐらいからちょっと、日の目を浴び始めたっていう。でその時に、この愛の理論、今のこの、これだけでも、説明できれば、ちょっとなんか女性が、わかんないですよね。この、なんか、まあでも、僕がこう、学生の時とか、若い頃でも、そんなにイケメンじゃない子が持ってたりもするじゃないですか。見た目それは、彼は自分から言うタイプ。あ、そう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 。なるほど、うん、狩りに行くタイプですね。狩りに行くタイプとかだと別にこうモテたり、まあ、確率論で、うん、この成就はしますと、うん、で何が言いたかったんだっけ。要はでもこれでいくと、はい、そうだ、見た目じゃないと。見た目じゃなくて自分が愛の技術を身につけて育てていった方が、そう、育てて幸せになれる。でそれを今度は女性にも説く、うん、君は僕の外見を見ているけど違うんだよって。それちょっとうざっかったりするじゃないですかね。愛はねって、うんうん、あの技術なんだよ、うんうん、だから君も僕のことを愛することができる、うん、まあ理屈はわかりますけどね。でコンコンと解く、うん、でそれを一緒に学びましょう、うんうん、それをさりげなくやってればいけるかもしれない。確かに うざいですね。それはそう、こういきなりこうその話が始まったらうざいみたいな。でも仲良くなっていくうちにじゃないですか、徐々に浸透させていくその考え方を。あ、うん、で多分そういう、うん、どうやって育んでいくかっていう、うん、まず理論、うん、でまあ自分自身が変わることはできるじゃないですか。できる、うん、で相手を変えるのは難しい。そうなんですよね。でもまあそれをちょっと次から学んでいきたいと思います。はいはい、ちょっとすいません、攻撃してすいませんでした。ついつい出ちゃいました。ひがみが。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒お願いします。はい、ありがとうございました。